でしょ、はい、それをガーンってやると怪我しちゃうからやらないようにしてるよいしょよいしょ早いですね。そうです、こっち早いですね。でも反応されちゃうんです、これ全部消しちゃうんです。そう、全く反応でないです。いやー、皆さんの嬉しそうな顔楽しんでますね。実はこれ黒火ワールド DVD 大いなる遺産2少林寺拳法の発売記念イベントの様子なんです。大勢の中から抽選で選ばれた皆さん全力で楽しんじゃってました。それもそのはず、空手の中達也先生と少林寺拳法の井上博文先生のトークを聞けて、 DVD で見た技を目の前で見て、次々と体験までできちゃったんですから。どうです、参加してみたいでしょ。実はね、またあるんです、イベント。 DVD 少林寺拳法未来への宝物発売記念イベントが決定したんです。2月15日に東京都内で開催。 DVD を購入された方の中から抽選でご招待します。応募の締め切りは2月9日日曜日まで。さあ、前回のイベントの様子を見ながら楽しみにお待ちください。まあ実際にかけてほしい私なんですけど、まあどうでもローキック蹴って、これローキック、こういう感じ、これをこう、今膝痛いでしょ、はい、それをガーンってやると怪我しちゃうからやらないようにしてるよいしょ突くときに、例えばこの距離で突くときにいきますよ、ゆっくりいきます。こうすると、分かるでしょ、ここは動いてるんで、いつで来るかな、分かるんですよ。これ今歩いたと同じように左半身は動かさない、右半身だけがスッと動くような気持ち。で、するとここでバンってくると反応できないし、見えないんです、見えにくいんですよね。もう一回いきますね、これはこうすると分かります、ね、これがこのままちょっとわかんない、ごめんなさい、反応できない。先生にさっとこう、はい、手をさせて、どうぞ、よろしくお願いします。自由になった、はい、自分で、はい、私ここにこう手出しますから受けてください、はい、はい、こういきます。で、普通の動きでいきますね、はい、お、早いですね。そうです、こっち早いですね。でも反応されちゃうんですよ、いきますよ、ここで反応できますどうしても人間ってここで反応してくるんで、ここ全部消しちゃうんですよ、ですから、さあ全く動けないです。もう一回いきます、はい、もっとゆっくりです。で、ここにあとは呼吸と力を、力っていうかね、さっきやった落ちる力を込めるとまく倒れますから、もう一回、はい、もうちょい難しいのが、例えばここでいいですね、はい、で、僕、私ここ触りますか、立っちゃいますか、はい、さっきはここからでしょ、今これだけです、これだけ動かす、あるいは 2,3 センチ動かす、僕、私は1メートル以上だから、ここ触ろうとしてもいきますよ、はい、受けられちゃう、受けられちゃう、それもたったこれだけですでもこの間は動けないんです、動けない、動かないんですね。これが武術なんですよ。だから僕はこれ刃物持ってれば、これで蹴りも切れてる。このスピードでどう対処するかっていうのは本来の武道的な速さだと思うんですよね。はい、ありがとうございました。相手の力を抜く、相手の気持ちも抜くって、これは離れてても、くっついてもできるんですよ。で、まず最初にくっついてやる場合に、じゃあグッと持って、はい、自分の方に引いてください、ね、そう、そこものすごい強いじゃないですか、自分の方に引いてますから、これでやっていくぐらいです。力だと。いいですか、はい、これを全部抜いちゃうんです。スッと。そう、力抜けちゃっても。だから簡単に。ちょっと甘くて。はい。いいですか、万端ですから。多分。力とともに、よし、対抗するぞって気持ちも抜いちゃうんです。もう抜けちゃってます。はい。そう。簡単にいっちゃうんです。
点がなくなる感じですと、あと、なんですかね、戦う気持ちがなくなっちゃうみたいな、はいはいはい、そうすると相手反応できなくなってきますし、力も抜けちゃうんです。だから離れてもくっついてもできなきゃいけないんですよね。もう離れてもちょっと難しいんですけども、まあ、さっきのもそうです。さっきやったのも同じように、はい、そう相手の力も抜けるし、反応する力あの抜けちゃうんです。はい、ありがとうございました。難しいです。こうやってこの辺からですね、こうあまり近づくと反対にやられちゃうんで、ギリギリですね、こう置いて、こう、おお、今蹴ってないよ。こう、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 ね、どうぞ。蹴ってやりますよ、蹴って。そうすると、その周りも分かっていきますから。まず、寸止めでね、寸止めで、パッと蹴ってみてください。寸止めで。そう、いや、それはもう、入ってますね。軽くでいいです、寸止めで。そういう感じですね。もう一回、あ、そうです。今度は中に入って本当に蹴るようにするんですね、相手の筋トレを、はい、そう、いや、思い切り、あ、もっともう一発、そのいや、それはちょっと可愛すぎますよ、もっとマジで。おー、あー、そうですね、怖い、そうですね。これが、はい、間合いがだんだん違ってくる。あのぐらい入らないってことですね。うん、そう、目で見るとダメだってやつね。ちょっと構えるんです、うん、この自然体です。で、こう見て、よく見て、これを動かすんで、こうついてくださいね。当てなくてもいいんで。動いた瞬間につく。はい。早くですよ。いきますよ。はい。このままスピードです。はい。今度見ない。こっち見ちゃダメです。全体見て。これを動いたらつく。ちょっと。だから目で見ちゃダメです。さっき。目で見ると、目で囚われちゃうんです。かつてこう持ってたら、これをここだけですね。こういうです。これはまあ、両手で持っていくものです、はい、これこういう持ってます。両手でクッて今力入れてるでしょ、はい、これ目指すと力入れてるでしょ。大変なんですね。ついてきたの相手の手を取るとかあるんですけども、これがそのまま腰になって、例えば掴まれたら無事に掴まれた、これを同じように、まあ、宇宙受けて受けるんです。この受けのポーズ、そもこれがそのまま、あるいはそれをこう取ってしまえば、引っ掛けてしまえば、これも動けない。まあ、こうしといて、自由に動いてたらなかなか技当たらないですよね。だからこう傾けて、ここで決めるっていうのは本来の空手の技。相手動けなくして。だから当てなくてもいいと。寸止めにして分からせると、参ったっていう。そういう考えます。はい。これが一番分かりやすいと思うので、しっかり踏ん張ってください。こうやって踏ん張ってください。これで、こっちからやれるできるんだよ。これで今一つの崩しの方法なんですよ。で、それが捕まえた瞬間にグッとくっつかんで、ちょっと取ります。で、捕まれて、ふっと、という感じです。これは怖くないです。二強度。えいってみんなでこういう形になっちゃってます。じゃなくて僕の正中線で捉えておくとこれ。ってことなわけですよ。狙いだったんです。わざ出してないでしょ。わざ出してないけども分かるんです。あ、やばいっていうのは。もう一回いきますよ。だから二強度はどんなに速くても二強度なんです。ゆっくりでも一緒なんですよ。これは二強度。速くてもゆっくりでも。そういう強度でやると、ここでも入ってるから攻撃できないんです。止まっちゃうんです、うわーって、はい、これが同じ正中線を取ってるってことなんです。正中線取られてるから相手はで、気づかないで来ちゃうと、例えばじゃあ持ってかんだけど、構えて思いついて追いつきで、こうさばくじゃないですか、まあ、中段でいこうか。これはただ捌いてるだけで、もう彼は生きてるから次来れるんですよ。またいろんな、これは剣も出ますし、鉛筆も出ますし、ね、何でも出ない。これは戦う。じゃなくて相手の青春戦なんですよ。人もこれで動けない。分からないでしょ。だって先生がやられてるのもそうなんです。もう一回入ってきて、ここで。こうじゃなくて、ここで入ってきて。だからこうやって。これ、全部抜けちゃってる。
こうそっちから見てなかなか分かんないと思うんですけど、ここ今正中線取ってる、あるいは押さえてる、正中線外してるってやつです。すいません、ちょっと見た目には分かんないんですけど、難しいんですけど、まあ、そこ正中線の感覚で、はい、こうやって逆に、あ、はい、止まるんですよ、あ、止まるんです。これ、ね、先生が言われた通りで、正中線から下打ちが来ても、下打ちこうやって、これ普通にこうやるとこ強いんですよ、相手の方がこう入るから、はい、これみんな正中線取ってます。あ、だからパッと来た時にこういうふうにこう全くそれは同じ感覚だから、先生が今やられてるのがすごく感覚で分かるんです、うん、分かり合えるというか、ああ同じやつ、はい、本当にいい感じで、だからそれを確認できるんですね、先生と一緒に、はい、ああ、あれでやっぱり良かったんだとか言って、はい、非常にいい、本当そうなんですよ、ね、はい、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。いやー、皆さん楽しそうでしたね。どうです、参加したくなったでしょう。さあ、少林寺拳法未来への宝物 DVD 発売記念イベント2月15日に東京都内で開催です。 DVD を購入された方の中から抽選でご招待します。応募の締め切りは2月9日日曜日まで。肝心の DVD はどんな内容かって、それはこの予告編をどうぞ。皆さん、この映像を覚えていますか？そう、DVD 大いなる遺産2少林寺拳法。空手の中達也先生が少林寺拳法の総本山で交流し、大反響を巻き起こしました。あれから1年、ついに第2弾が実現。少林寺拳法未来への宝物、4時間の DVD、 今日はその一部をご紹介します。任せちゃっていいんですね。はははは、あ、これです。あ、わかりました。これです、はい、殴ってきた瞬間におここに重心乗っけながら、はい、あ、すいません、すいません。あ、わかった。今日一番効きました。こう押さえながらこう変えてるんです。で、ずっとこのまま、このままなんです。最初からこう行こうとしたんですね。いた瞬間に。あっ、こっち行ってない、はい、ってなって、こう曲げたらこう、こういう力を加えるんですね。そう、この手の甲に対してこういう力が、こういう力、あ、そうです。ああ、取りながらこれをこっち、あ、こういう感じになるんですけど、うわ、え、すごいですね、これ。だから、ここで取っといて、もうそのまま必ず足を開いちゃう。あ、そうですよ、ガンって、ガンって、そうなんですね、はい、じゃあ、ちょっと前です。これはダメですね、肩出して、して、してくださいまっすぐ取って、こう来た時に、こう引っ張ろうと引っ張り合いになるのね。だから、こういったらもうこう落とす、普通はこう引っ張っちゃうんで、それを右に出ながら、はい、右足出ながら、右出ながら、そうそうそう、ちょっと、おお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 ちょっと、先生ですか、こういくでしょ、こうしたんですか。あ、そうです、もうそうです、もうその通り、あ、そう、こう、つけて、なになになに、円運動ですね、こうやって強いでしょ、はい、で、これちょっと円運動、こっからまあ技がこうもらって、こうかす、そうです、そうです、ああああああ、いなしながら、こう入る、すぐ大事にスッと言いなした。その発想は面白いです。僕らどうしても今、うん、いなしたとしてもここで効かしちゃおうっていう発想じゃないですか。それをこっちは、そうです、あ
そう。それでこれが出来上がった。そう、東進先生が一人で、ほぼ一人で作り上げられた。そうですね。それまだ30代で。だからデュロッと見て、今日は演舞見るから、技見るから、着替えて道場上がれって本土に言われて。突然です。突然。なんだ今日はって、山崎笑い、この演舞やってみろって言われて。